だそうですよ、マッチ元先でございます。さあ、それでは準備ができたそうなので行きたいと思います。続いてはノタルのライブです。お願いします。
紹介させてください。はい、アイドル界の薬味つる佐藤春子と佐藤春子です。よろしくお願いします。はい、ギリギリ平成ベシコこと田辺ベシコです。よろしくお願いします。はい、コケピオちゃんと勝手に仲良くなったつもりです。田崎の田崎れなです。見てる見てる。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、コケピオちゃんからもらったフレッシュのパワーで頑張りたいと思います。なーちゃんこと片瀬のりみです。よろしくお願いします。私たちは普段も写真撮影が OK ですし、今日も写真と動画が OK なのでたくさん撮ってください。よろしくお願いします。すごい、すごいよね。めっちゃいっぱい。普段さ、まあ、いつもフリーとはいえここまでたくさんないんで、もうどれにも全部行かなきゃみたいな。すごい、自前ですか。すごい誰の持ってか間違ってない。みんな借りたのすごいね。そんな業者あるでもね、一つ一つお客さんの顔一人一人にいただくように今日は楽しんでいきたいと思います。皆さんまだまだ楽しめますか。イエーイ。じゃあ今日はね、スイートルさんのお仕事に行きます。
からさ、私どもいやなんですけど、はい、皆さん元気ですか、少し少しか、せっかくラストだからさ立ちません、おあみんなリコーダーのように立つってこと、あんまりこれダメだよあれ立てる元気あります、お、みんな立ってきた大丈夫、あ、じゃあちょっとカメラとかいっぱい前にあるから腰、腰が良かったりとしてるからね、そう、うわーっていうのなしね、その場で、あの、一緒に楽しめたらまたすごい、身長大きくなったみんな見えます座ってる方は座ってる、それでも大丈夫です、それではね、ラストみんなで一つになりたいと思います、皆さんで声出せますか、
ただきました、私君のね、子たちからですね。モタルからそんなことされたことない。だってでも石橋さんだって今日うちらの楽屋にずっといたもん。そうだよ。寂しいんだろうって言って。ポケピオの楽屋聞いたことないですね。ポケピオの楽屋聞いたことないですね。いけないよ、こんな聖域には。いけない、いけない。あ、だってポケピオちゃんの楽屋ってあれね、子供か妖精かしか行けない。ドラクエ5だから。行けないから、ちょっと。そうそう、あの子たちは全然大丈夫だよ。近所の定食屋みたいな感じでコンコンつってえーすって。そうそう、というわけでございまして、ノタル告知してないから告知どうぞ。あ、そうですね、ノタル第1、第3、第5週の金曜日にここわらぽ放送局にてテイクライブ開催しています。で、2月がちょっと1週目が名古屋の方でテイクライブさせていただきます。で、2週目は北海道に行ったりとか、ちょっと全国にも行こうと思ってますので、ぜひぜひもう日本中の皆さんにノタル好きになってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。物販がございます。コケピオちゃんは2階の L ルームで、ノタルは聞いてるかな。ここです。3階の、はい、あ、何、あ、そうだ、3階のロビーロビーでやるそうです。3階の受付前で、はい、やりますので、はい、そちらの方でも楽しんでください。というわけでございまして、この2日間皆様、ワロップ最強冬祭り押し上げ祭り押されて上がれ以上で、はい、終了となります。最後、ね、鳥を飾ってくれました2組にもう一度大きな拍手お願いいたします。以上、ワロップ最強冬祭り押し上げ祭り押されてやがれ、ありがとうございました。でやってください。お客さんにお尻向けてまでやることですか今。かわいいということで、ね、ぜひともね、2組これからも仲良くねしてください。というわけでありがとうございました、2組。それでは準備入ってください。になったよ、うん、ありがとうございました。